らついに中学生。新しい学校。学校を消して。極度の人見知り少女、一人ぼっち。幼馴染からクラス全員と友達にならないと絶交と言われてしまいます。でも自分から人に話しかけられないぼっち。作戦を立てたりするけれど、ちょっと的外れでいつも空回り。ぼっち少女はクラス全員と友達になれるのか。新しい友達、新しい生活、一人ぼっちの友達作りが始まります。ひとりぼっちの〇〇生活、2019年4月から放送開始です。